皆様こんにちは。今回の初心者向け講座ですが、コントロールマップについて解説をしていきます。コントロールはですね、すごくシンプルなルールです。マップの中央にある目標をどちらかのチームが取ったら勝利と、本当にそれだけになります。そして上をちょっと見てください。目標地点のアンロックまであと何秒ってあるじゃないですか。スタートから30秒は目標を取ることができないんですが、30秒経過した後、この目標の上にですね、どちらかのチームのヒーローのみになった場合にどんどんとカウントが進んでいくと、そういったルールとなっております。なのでまずお互いの総力戦が行われまして、その戦いに勝ったチームが、一旦は目標を取るという展開が多いです。さあ今見ていただいている映像ですと、自軍がやられてしまって、そして敵軍が一旦は目標を取っております。見てください、上のカウントが少しずつ進んでいますよね。このパーセンテージが100になったら、その100になったチームが勝利となります。ただこのコントロール少し変わっているところはですね、1回勝ったら終わりじゃないんですね。2勝しなくちゃいけないんですよ。つまり1勝1敗になったら3試合目が行われる。最大で3試合やるというのがこのコントロールマップの特徴です。しかもですね、その1試合1試合が、例えば今このステージは霊光タワーというところなんですけれども、毎回中身が違うんですよね。だから3種類のマップの中で戦わなくちゃいけないというものになっております。そしてもつれるとかなり長丁場になりますので、展開としてはですね、一方的な試合のまま終わるというよりは、一方的に負けた方がちょっと戦術を変えて、2本目取り返して、そして最後逆転するとか、結構ねもつれることが多い印象はありますね。この試合で言いますと、一旦トールピオンを出して刺さらなかったので、刺さるかわからないんですが、トレーサーという全くタイプの違うヒーローを出してみています。味方の人たちもそれぞれ試行錯誤していると思うんですが、自分はダメージロールとしてこのアプローチはどうかというふうに言ってみたら、意外と刺さって、どうでしょうか。このように目標を取り返すことに成功しました。ただ相手のチームは68までカウントが進んでおりますので、かなり差はついてしまっております。でもちょっと見てください。今目標を取り返した後にですね、今度はこの目標をみんなでがっちりと守ることができるんですよね。でこうなるとまた相手チームはですね、目標を取り返すのにすごく苦労するんですよ。なんならウルトの合わせをしなくちゃいけないとか、少なくともみんなの足並みは揃えなくちゃいけないとか、そういったことにはなりますんで、意外とですね、カウントの差というのは関係なく、なんだったらこちらのポイントが0で相手のポイントが99までいっていたとしてもですよ、全然逆転なんてありえます。なんならですよ、負けていた方のチームが逆転していく。そうするとですね、いや俺らいけるんじゃないかっていうふうに勇気が湧いてきますよね。逆にせっかくいい流れを作っていたのに逆転されてしまったチームはですね、ちょっと疑心暗鬼になるというか、味方チームちょっとしっかりしろよみたいな気持ちにはなってしまいますよね。なのでもしかしたら一番逆転勝利というのが多いルールかもしれませんね、このコントロール。さてこのラウンド1なんですけれども、頑張って取り返そうと試みるも力及ばず、カウントが進んでいきます。97、98、99となっておりますが、ただですね、もし負けそうになったとしてもですね、今上見てください、オーバータイムってありましたよね。カウントが100になってしまいそうな時に味方チームの誰か1人でも目標を踏んでいた場合、まだ延長戦のようなものが始まりまして、この人が残っている以上は試合は終わらないんですね。この人が離れた時点で試合終了になってしまいますので、もし負けそうだったらですね、足並みを揃えるとか悠長なことは言ってられませんので、誰でもいいから踏みに行くっていうのがすごく大事です。さあラウンド2に入りましたよ。先ほど負けてしまいましたので、ここからはもう負けられません。必勝を期して接近戦に強いリーパーというヒーローを現在使っております。そして見てください、マップ中身全然違うでしょ。目標も室内だったり室外だったりしますので、ヒーローによっても得て増えてというのがあります。慣れてきたらですね、室外か室内かによってもですね、ヒーローの選択を変えてみてもいいんじゃないでしょうか。例えば室内で強いヒーローといえばですね、設置ができたりするトールビオンとかシンメトラ、もしくはジャンクラット、メイなんかもいいかもしれませんよね。で室外で言いますと、空を自由に飛び回れるファラとかエコーなんていう選択も面白いと思いますし、もしくはスナイパーのウィドーメーカーとかハンゾーなんていう選択もあるかというところです。さあこのラウンド2なんですけれども、思いのほかリーパーがハマりましてですね、
まあ、何も起きないままカウントがどんどんと進んでいき、まあ、そのまま取ることができております。ただですね、相手チームの判断は正しかった。見てください、これウィンストンというヒーローが出てきてますよね。先ほど説明しましたオーバータイムを発生させるために体力が大きく、そしてハイジャンプができるウィンストンをピックして目標を踏みに行ってるんですね。今回はなんとか阻止できましたけれども、この発想はとても大事なので皆様ぜひ実践してみてください。最後に踏みに行くために、まあ、有効なヒーローとしてはですね、レッキングボール、ディーバ、そして先ほどのウィンストン、ダメージロールでいうとトレーサーとか、そういう機動力の高いヒーローがピックされやすいですかね。さて、ラウンド3が始まっておりますけれども、今回も室内の目標ということでジャンクラットを選択しております。ジャンクラットは罠を設置することができますので、さまざまな入り口のある目標のどこかに罠を置くことによって、まあ、相手を簡単に入れさせないみたいなね、そういう作戦を取ることができます。結構また刺さってるっぽいですよ。さあ、そうこう言ってるうちにオーバータイムまで来ております。あとちょっとで自分の勝利。ただですね、自分のジャンクラットを嫌がった相手の方、出してきたのは空中戦が得意なファラ。ジャンクラットはこのファラに対しては非常に無力ということで一旦はやられてしまいます。ならば今度ファラに対して強いと思われるソルジャー76を、まあ、ピックしまして、そして目標に向かっていくんですけれども、味方がしっかりと勝ち切ってくれて最終的には勝利となりました。ラウンド1の序盤はあんなに不利だったのに作戦を変えただけでこの結果、この逆転性こそがコントロールの特徴です。今回は以上です。もし質問などありましたらばコメント欄にお書きください。お、やっと出てくれた。さあ、今日もですね、対戦をね一つお送りしていきたいなというふうに思ったんですけども、いやこれね、まあ今そのステージをねちょっと解説する動画を送らせていただいてるわけですけども、なかなかやっぱり4種類のルールがランダムに出てくるわけで、ちょっと今回できればコントロールマップやりたいなと思ってもできなかったりするわけですよ。また出てきましたよ、ちょっと頑張りましょう、キリコでね。で、先ほどね少しお話をしたと思うんですけれども、左上見てください。イリオスっていうステージなんですけども、その後のライトハウスっていう場所なんですね。全3試合行われますので、今回はライトハウスで、次はまた別のエリアで、またその試合で、決着つかなかったらまた第3試合目として別のエリアというふうに変わっていきますんでね、ぜひ知っておいてくださいませ。さあ、キリコはですねちょっとまだ連動も低いんですけれども、おい、もうそうですね、大体わかります。あ、でもちょっと試しに使っていい、好きじゃなかったかもしれませんね。あ、やばい、回復しよう回復しよう回復しよう。まあ攻撃でもやっぱ添えるだけですよね、やっぱやるとしたら。あー、でもダメかも、回復は添えるだけ。おっ、敵にして、回復がね、ちょっとこのキリコ難しいですよね。ちゃんと、あ、痛い痛い痛い、誰か助けてくれ、痛い痛い。攻撃もやっぱ当てていかなくちゃいけないと思うんですが、あくまでそこはヒーラーなので、お前表に顔を出しちゃいけませんというところでしょうかね。あ、ピンポンポンポン、うちのピンポンポンもやられましたよ、やり投げ。昔オリジさんそんなことしない子だったのに、一体何があったんでしょうか。あ、まだでも味方頑張ってますよ。瞬間移動であそこに行くべきか否か。どこ、あ、行かなきゃよかった。ちょっと変えましょうか。変えましょうか。ちょっとやっぱゼニアッタで少し火力をね水増ししていきましょう。おおおおおお、いいですね。ゼニアッタでもちょっとこの動画的魅力が少しないかもしれませんよね。なんか見た目が少し平和というか。あ、ピポポね、いいですね。火力の底上げ怖いですよ。そしてヒーラーなのに全く回復する気がないというね、ちゃんとしましょう。
まずい。グラビトン掃除行きましょう行きましょう。一人で浮いてしまいました。なんということでしょう。あんまり立ち位置良くなかったですね。なんか全然前に進めませんね。回復してないからでしょうか。回復します。味方のヒーラーの方はモイラ、モイラは回復量やっぱ凄まじいものありますよ。はあ。おいやでもなんかいい感じ。いやこれでも狭いところあえて行くのよくないかもしれませんね。頑張れ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 。あ、ダメだった。ほっ、いいですか。いいですよ。まだいるぞパンパンが。死神、いいですねよかった。死神が通るぞーい、俺も死神。そういえばそうだ、ゼニアって確かそうだ、通常攻撃で吹っ飛ばすようになったんだ。環境キル狙えるようになってるぞ。そうなんです、このですねコントロールマップというのは本当場所によってですね全然構成が違うんですね。解説中なのにでですね、エリアによっては、まあ、特にコントロールマップに多いのかなというふうに思うんですけれども、その、体力がどんなにあっても穴に落としたりとか崖から落としたりするとそのもうその時点で相手は絶命するんですよね。だからそうやってその攻撃力ないヒーローでも落とすことで倒したりとかそういうことをできるように、なってるんですけれども、ゼニアットのこの通常攻撃がですねバージョンアップして相手をめっちゃ吹っ飛ばすようになったんですよね。確かにこの鍛えてある蹴り、これでですね相手を撃破していきたかったんですけどダメだったんで、いやちょっとこれなんならいいんでしょうか。あんまり使えるのいないんですけどね、まあ、味方のモイラの方がヒール量比較的多い方だと思いますんで少なくてもいいようなヒーロー、まあでもそうですね、まあ、ここはさっき言った環境キルっていうのを狙える場所であり、ルシオはそのために最も適していると言ってもいいようなねヒーローではあります。でもねーなかなか難しいですよねルシオは。さっ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 さ、環境キルとしてはやっぱりこうちょっとね後ろからこんな感じで、ああ助けてくれ、相手を怒らせてしまった。そう今の見えましたか、この位置も狙えるんですが失敗しましたね。まあなのでこのですね一つのマップの中でもですね場所によって、あちょいてて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 て変えたりしてもいいかもしれませんね。ただ寝かされたら何もかも終わりです。人は寝たら無防備ですからね、あのですよ張飛翼徳もですよ、やっぱ猫目を襲われて絶命したっていう噂ですからね。あの張飛がですよ猫目悲しいことです。あちょっとダリア帰ってこい、無理でした。ほい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 、やっべえいって、なんかいるんだけど、手裏剣撃つんじゃな、槍もダメ、本当に。さあどうだ、さあこれが環境キルでございます。ただこれ狙いすぎも良くないので、まあこれあくまで動画でこういうのもありますよっていうのをお見せするためにやっているだけでありますんでね、まあでもほどほどに狙えそうだなと思ったらやってもいいのかなっていう感じですよね。やべえ待ってくれ、ドロップザビート、待って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 
待て、お兄さん、後ろ、あ、ちょっとダメだ、おっとこ激しかったですね、今。待て、ルシオ、なんかルシオ刺さってますね。なんでかわかりませんけど、あ、なんかいる。やべえ、ダッチ。いいですよ。後ろ取られてます？どうだ？さあ残り94、95% なんで、もう入られなきゃいいんですよ。なのでうひょー、めちゃくちゃ強引入ってきました。でもあれ大事ですよ。あ、え、なんであんなとこいんの。環境キル狙うヒーローとしてはあのファラも最高なんですけど、ファラね、最後ね、入れないんですよね。体が弱いので、だから空中からの攻撃は強いんですけど、拠点に誰か一人でも踏まなくちゃいけないって時にはファラはね、なかなか難しかったりしますね。さあこれは接戦となってまいりました。あ、でもここ環境ギルあんまり狙えないんでやめましょう。もうでも使えるヒーローいませんよ。このフレイル、ブリギッテはですね、めちゃくちゃ可愛いですよね。まあオーバーウォッチ魅力的なヒーローいっぱいいますよね、こんだけいっぱいいて可愛いところ、ソンブラとかトレーサーとか、まあ、そういうのがいたりする。ディーバも可愛い。でもやっぱね、付き合うならブリギッテですよね。あれ、ちょっと待って、地球で一番今キモいこと言ってました。いや、そんなことはない。これただの純愛です。キモさなんか1ミリもありません。よし、さあちょっとね、ダメそうならすぐ変えますね。ブリギッテはですね、やっぱ技量のいるヒーローではあると思いますんで、ほい、痛い、あっち回復しないと。絶命しました。絶対ダメですね、これ。絶対ダメですね。ちょっと全員やったら一回帰りましょう。全員やったらやっぱりこう、カンカンしてるだけで結構強いですからね。本当ね、モイラやりたいんですけど、使われておりますからね。あ、これはダメっぽいな。今、拠点は取れてますけど、人数差が出てるので、まあこれね、一回取られた方がいいかもしれません。これね、無理に入ろうとすると人数差がどんどん生まれて致命傷になりかねないので、ちょっと戻った方がいいかも。ファラ、どうしよう。これまずいですね。これはまずい。結構回復にリソースを割いてるんですが、うまくいきませんね。まとめて掃除してやる。真っ赤っかの、あ、豚肉美味しいよ。あ、キツネだ、かわいい。次々と人が、どうしたらいいんだ。やめてダメだ、次々と。これどうしたらいいんでしょうね。パーセンテージはまだ56、致命傷にはなっておりませんが、今のこの感じは致命傷に思えますね。やっぱ順番に入っていって順番にやられてしまっているっていうところで、で味方の人たちやっぱ焦ってしまっている。やっぱ足並み揃えてウルトを合わせてみたいな風にしていきたいんですけれども、これみんな来ないかな。ウルトあるんでね。お、取れてますよ。なんだ、なんで取れたんだ。ちょっとたまらず打っちゃいましたね今ね。多分避けられなかったですね。
取られてますか。まだ大丈夫だな。ちょっとダメ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 、今そこ、おい、カメラ止めろ状態になりましたね。やべー、変えましょう。でもロードオークが活躍してるんだったらフアのオープンつけたいな。やっほー、ダルマさん、さあどうだ。今五分ですね。めちゃくちゃ五分。いい試合だ。さあ味方の方々、ウルトの状況どうでしょうか。小さな巨人がウルトある。ウルト打ってもいいんじゃないか。いいよ。あ、ごめんなさい、すごく無理。いいよいいよいいよ、勝てる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 。ナイスです。オーバー。あー、何もしてないけど。気持ちよくないですか。やっぱり相手の方の方が強いなみたいな感じもありましたよ。でもですよ、ヒーロー変えたりとか、ちょっと足並み揃えようって意識したりとか、そういうことすることによって、まあ、最後のこのウルトも最高でしたね。そう、モイラのウルトはですよ、味方を回復しつつ敵を攻撃する、同じ斜線上にみんながいた場合っていうのは、全ヒーローの中で一番なんかこう、ダメージ回復っていう値がでかくなると思いますよね。まあ、今はすごく噛み合ったっていうのもあるんですけども、打ちどころ良かった、最高でしたね。いや本当ね、僕もやっぱ胸がじんわりするんですよ。ぜひ皆様にもね、この体験していただきたいなと思っております。では今回の動画は以上になります。良かったなと思う方は良かったねボタン、悪かったねと思う方は悪かったねボタン、どちらでもないという方はチャンネル登録お願いいたします。それでは失礼いたします。